おはようございます。ジレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。コイル飛んでわかると思うんですけど、起きて5分後に今撮ってます。完全なる寝起きで本当におはようございます。いつもなんかおはようございますって言ってさ、夕方17時に上げてるんですけど今日は本当におはようございますなんですよね実際のところ言うと、ウェブ研修がね、9時からなんで、はい。今日ちょっと早起きしてるんで、その残り30分ですか ?30 分で実況撮ると思います。はい。撮り直しとかしないんでね、30分あれは撮れると思います。これ終わった後にもすぐズームカカカカってやらないとね。今回のチームはメタルハンター、地獄の鎧、ドラゴンキッズとなっております。ちょっと待て。いや、ちょっと待てやと。本日このパーティーにまあ題名を一つつけるとしたらね、森荒野最強軍団とでも言いましょうか。ね。すべてがほとんど整っているメタルハンター。ね。雷属性を使えるという強いね、強みを持つ、地獄の鎧。そしてね、ドラゴン系とはいえど、ね、ミニモンの中で最強の耐性を誇る。そして攻撃面もほとんど問題なしのね、ドラゴンキッズというね、そして HP もね、マスターダブルスキャンを駆使することで2777というバカみたいな HP になりました。はい。HP の低ささえ克服しているというね。まあ言わせればもう森荒野最強軍団といっても謙遜難易度ではないでしょうかというね。そういうパーティーでもありたいと思います。はい。いや、これ正直さ、なんか昔使ったの気がしないでもないっていうレベル。あはははは。レジェンドクエストの攻略とかで、使ったような気がしないでもないな、みたいな。だからレジェンドクエストの過去の動画で出ているモンスターがいっぺんに出てきますね。多分この3体でチーム組んだことはないような気がするな、動画では。一応3体ともね、結構いろいろ動画で、OK! 動画で、ちょこちょこ出てるモンスターたちが一斉に森荒野として襲撃しました。こいつらはどこが森荒野なんですかね、正直。地獄の呪いとかね。というけれども、ほとんど問題なしのね、3体が揃ってます。昔ね、なんかね、ゾンビ系がなんか最強だなんだかんだ言ってましたじゃないですか。もうボロボロだったじゃないですか。今回はね、マジだよ。ね。ま、スペックが高いモンスター3体が揃ったチームはね、相対してスペックが高くなるわけですよ。終わってんだけど。いや、このチーム強いよ。ぶっちゃけ言うと、やっぱね、いやいやいや、ティアさんちょっと、ひどくないですかって話なんですけど、まあね、一応まあね、僕も忘れてないですよ。200回のテーマは究極のチーム編ということでね、まあこういう強いパーティーもちょこちょこ紹介していくつもりでございますっていうか、まあそこそこの紹介してるかな。なんだかんだもう DLC の話してんだからさ。あ、てかあのチーム出てきてんだからさ、もうあのチーム出てきてんだからね、もうまあ別に今更感もあるけど。いやでもこのね、まあ、たまにはね、僕の動画でもこの3体のスペックの高さっていうのを実感してほしいって感じがありますね。まあ、ただでさえスペック高い3体がモンスターマスターでね。おー、いいね。今日はちょっとコドランちゃんのピロリ率が高いっすね。かなり高いね。みんな打撃にも強くてね。攻撃面がね、特に攻撃面に関してはね、長けてるよ、みんな。会心の出やすいメタルハンターにね、神谷属性使える地獄の夜。で、ドラゴンキッズは明確に弱点を取れる可能性があるデインや、ね、高い威力の連続ブレスがあるんで、本当に大魔王攻略、ま、なんだったら対人戦とかでも普通に押し切れる感じの、まあ、何回か対人戦大会してるけど、この辺りをね、なんか見たことはない。特にドラゴンキッズはあんまないね。地獄の裏メタルハンターはそこそこ大会見てるんですよ、オンラインのね。WMP の大会ですね。まあ僕が言う。まあこれあんまり、この話はしたくないんですけど、動画ではね。そういう大会、実際の大会でもね、ドラゴンキッズあんま見なかったなぁ。まあちょっと使いづらいってイメージありますよね。HP 低いしね。ドラゴン系であることっていうのはちょっと短所になってたんじゃないかなっていう部分はありますけどね。はい。で、そんなことを言っていたらね、向こうの HP がもう63。終了このチームの火力の高さに震えるがいい。さよなら。お、続くぜ、この動画。いや、これで終わってたらさ、もうなんか5分以下の、5分未満の動画になっちゃうじゃねえか。なんだよ、続くぜ、この動画って。さあ、エルギオスの気配がしておりますが、バルボロスの対決です。多分用はないわ、君に。
どうも人というのは傲慢なものでですね強いパーティーのがあるとねすぐ調子に乗ります強いパーティーの時は調子に乗ります。お前用ないよ君にみたいなね君なんか全体勝てるわみたいな人というのはすぐ調子に乗る生き物でしてね満身ですよ。強いパーティー使うと今回満身がある。火力高えなんにしてもメタルハンターも地獄のまあまあ、うおーマジでちょっと調子良くない今日、コドランちゃん。コドランの今日3回ピロってるよ。すでに。これが大魔王戦で避けてくれるといいんだけどね。単体打撃はもう一番打撃に弱いのはもうドラゴンキッズ。まあみんな打撃対策あるんですけど、まあ、その関係上はね、ドラゴンキッズに大体行くんで、そのドラゴンキッズがね、どれだけ避けれるかって話になってきますね。対人戦、魔王戦しかり。とりあえずバルボロス踏み潰すわ。踏み潰します！いきます！ダークドラゴン！ドーン！踏み潰すじゃないんだよ。それ蹴りつけるんだよ。踏み潰すじゃねえよ、今のは。ジゴスパーク。あれ？なんかメタルハンターあたり吹き飛ぶんじゃねえ？あー、待って待って待って。もう初戦でもそのものよ。え？何した今？寝起きの。今寝起きの弊害あったな、今。今寝起きの弊害で今何をしたか俺も分かんなかった。何出た？あ、よかった、あってるあってる、よかったよかった。今寝起きの弊害でさ、何をしたかちょっと自分で分かんなかった。プラスボタン押した。いや、違う違うって、もう、モルディアゴスだよ。今なんか上級テクニックみたいなのが出てきたけど。そのせいでバカみたいな労働時間挟んでたけどね。やめてよ、いつとね、勝つみたいなの。勝つ？いや、動画だったらいいのよ。生放送であれ勝つはね、もう笑える、笑えるしかなんないから。そんな勝つ事件を乗り越えて。もうなんな、もう多分この動画が上がってる頃はいつの話になるんでしょうね、勝つ事件は。もうメタルハンター決めちゃって。今回は君たちの自覚大事よ。よしよー。さあ、大魔戦をね、もう軽く乗せて。これはちょっとやりすぎた感あるな。いやでも、たまにはね、究極のチームというものを見せてもらおうじゃないの。おおおお、どうもどうも、白目さん、白目ギオスさん、どうもさすがにこのパーティー使ってんだったら白目は勝ちたいよ。てかね、地獄の鎧と、ドラゴンキッズがいる関係上、削りが問題ないって時点でね、だいぶ有利だな。なまじこっちが雷使えるからな。その関係上、だいぶ有利じゃない？デインでまあ、250打点かな。そうだね。あんまり出ないよね、君。賢さで増強してないから、今回は。まあ、ドラゴンキッズ、あえてデイン特化にするっていうのもね、考えたんだよな、モンマスで。今回は、マスターダブスキャン、ブレス特化。まあ、竜王っすね。竜王の、マスターダブスカンをしてるんですけど、なんでね、凍える吹雪が来ると結構ね、コドランちゃんを吹き飛ぶんですけど、その関係上。ドラゴンキッズのマスターダブスカンはね、デイン特化でもいいかもしんない。こういうパーティーの場合はね、特に。他に呪文使えるモンスターがいない場合、デインをメインとして戦っていく場合は、それでもいいんじゃないかなって感じですね。はい、もう行きます。ここで終わらせます。ギガスが打って勇気貯めてもうこの辺り終わらせます。いや、今、さっき勇気貯めてたもんな。ちょっとこれはね、もっと強い大魔王。君たちはもっと強いのいけるよ。お前らはそんなもんじゃない。どんどんまだまだいける。うん。本当に。電撃一戦。ライトニングソードほら、もうボーダー乗った。ほら、もうボーダー乗ったもん。もはや何の消化試合だ、これは。大魔王適性もね、もうもちろんね、高いんで。大魔王の持つ攻撃、ほとんどに強いっていうのがね、何よりですね。怒りも多分ね、誰？コドランちゃんだよね。てか、昔もコドランちゃん受けてたね、怒りはね。いつぞやの動画みたいなものになってる。いや、終わっちゃったよ。普通に剣落として終わったわ。というわけで呼んだのはですね、まあ、やっぱりね、動画や生放送で苦戦してる大魔王がいいんじゃないかなと。こういうパーティーの時って何を目指すかって言ったら、もうそれ強い大魔王討伐よって話ですよね。いきます。破壊神。
まずは白目をここを超えますね。フラットの状態があるんでね、さっきのねなんかエルナンタカさんでね、もう難易度が段違いでございますね。上から1200の代名詞で有名な、指導との対決。上から1200は俺しか言わないんだよな指導の賢さはもうね、400ぐらいありますんで、デイン打ったらもう全然出ないんですよ。たとえ連続ブレスが効かなかったとしても、デインはマジで効かなくなるんで、連続ブレスしかないです。あ、でも出る。めっちゃ出るじゃん。いい。さあ、攻めていきましょう。とりあえず。火力はどうだ？地獄の絵はどうしても。神出しがあるぞ！おお、やるわ、それは。それはやるわ。邪神おげん、さあ、上から1200代名詞、邪神の剛剣、地獄の鎧いた！地獄の鎧行くんだ。珍しいね。多分ね、いや、ドラゴン切ったと思った、マジで。白ちょっとそれを爆破したね。いいね、爆発弱点取っていく。白爆発弱点だからね。で、ここでこれ使います。2ターン目はですね、破壊の宴か地獄スパーク。ということで、何が起こるかって言いますと、状態異常を使わないわけですよ。なんで、ラビエ使って確実に450回復です。450回復を確実に取れるって考えて、3ターン目以降も、地獄の豪華とか引く可能性があるんで、その時の保険になりますね。何をしとるか君はそりゃそうなるわ。オッケー、君はそれでいい。まあ、しっかり攻撃当ててね、4ターン目、おや、おるそれはやるわ。やるねこれはもう、打点は大丈夫そうだね。あとはしっかり打点を当てて、4ターン目までに勇気を貯めれれば万々歳って感じですかね。5ターン目までは伸びてほしくないね。地獄スパークやばいな。うわ、やば。結構食らう。まあでも、ここでこうやって回復するから。次は、凍てつく波動か、地獄の豪華。凍てつく波動を引くと、しょんぼりって感じにはなるんですけど、この感じだと、オフェンス問題なしの勇気も溜まると思います。なんで、多分ね、ほぼほぼ勝てるんじゃないかな、という感じですね。一応負け筋は叫びとかで止まることだったからね。まあ、ここでね、ラビエル消えたり勇気減るのは仕方ない。多分、さすがに4ターン目まで溜まると思うよ。この感じでいけば。しっかり攻撃当てて、4ターン目まで溜めて、トロの打てばいけると思う。うん。多分だよ。さすがにいける。いや、さすがにいけるって。会心出してたのでかいよ。会心2回出してんのはすごいでかいね。しっかり当てて、勇気回収して。うん、いける。いける。これは問題ない。よし。この勇気なら大丈夫。次のターンはもうね、攻撃技なんで、普通の攻撃技にはなるんで、凍てつく波動の危険性ないです。さあ、勇気溜まりました、こっちは。やるねー。君たちやったわ、それは。オッケー。いや、さすがに強いな。どっかの防音ファイターとかだとさ、指導にすら負けんのに。合体モンスターと比較するのはいくらなんでも濃くすぎでもすぐ消えてったねな消えていくも何も、あ、宴ここでピロリしなくてもよかったのに、勝ち格だったから、ほらてか耐性高っボーンファイターだったらめっちゃ食らってたのに指導雷付けにされてんな電位落とされ、地獄の雷で切り裂かれ、挙句の果てについにみんな電位さあ、問題はここからです。赤目に参ります。ここからが本番です。強いんだって、こいつは。ところで、どっちかってもこいつ2ピールの時はバカみたいに強いからな。1ピールの時も強いより2ピールの時もバカに強いんだよ、こいつ。すべてを忘れ、荒れ狂った破壊神。覚悟！お覚悟！いやー、もうこれはもう雪辱果たそう。いつも負けてる雪辱をちょっと果たさせてもらうわ。強いパーティーに当たらせてもらうわ。プライドゼロかよ。なんでプライドゼロなんだよ、そこ。まあ、雷打点でね、だいぶ出んじゃない？おぉ指導雷弱点だからね、真になるとね、雷弱点になるんで、今度はね、地獄の湯が打点を取ってくれると思います。まあ、しゃあ。さっきみたいにちょっと会心欲しいね。さっきみたいに会心出せば一気に優位になれる。正直、前半にコドランもいい感じに避けたり、会心も出てから、あ、破壊の時始まったぞ！ピロリ！よし！おい、ほんとに？ちょっと待って。コドランマジでちょっとやばくない？ちょっと今日。ちょっと今日のコドラン、やばい。今日のコドランは持ってる。
マスタードバスキャン俺いつものだよ。回避率別に上げてるマスタードバスキャンもしてないし、おしゃれ着もしてないんだけど。ちょっとコドラン自覚がやばいぞ今日。え、コドラン今日やばいぞ。神か。あー叫び、これ怖いね。精神的に大丈夫か。あーまあ、よし一体な、一体なら全然大丈夫よ。一体なら全然大丈夫よ。オッケーいいよ。で、正直メタハン地獄でもちょっとね、今日ね、めちゃくちゃ調子向いてる。何お前ら何。俺寝起きなんだけどさ、みんななんか今日調子いいんだよね。これで多分削り切られることはないんじゃないかな。削り切られることはないんじゃないかと思うんですよ。っていうことは何が不安かっていうと、そうだな、5ターン目まで伸びた時が一番不安かな。伸ばしたくない、5ターン目までは。さあ、ちょっと会心出して心に余裕が欲しいです。いやー、まあ、しゃあない。この調子でいけば4ターン目勇気たまるよね。でも何してくんの。あー、まあ、これ来るよね。怒りか。はい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 。爆発を組んでくるわね。多分狙われるの。コドランか。あ、コドランの体勢が。コドランの体勢がいかに高いかを今実感してるわ。地獄の湯が。あは、やっぱり。どうする？ここはこれ。勇気は問題ないと思います。外さなければ。膨大に乗せます。さあ、いけるか。さあ、ここ当てると内定です。内定していくボーダーには、これはもう勝ったんじゃない。だってここからやられる光景が思いつかんもん。ちょっと待てや。地獄の湯ちょっとどうなってんだ今日。ちょっとここから負けるビジョンないよ。だって1389だもん。出せるわけないじゃん。あー、無理。え、ちょっと待って、最強森コーヤーズ結成されたか。強いぞやっぱり。いざ指導召喚。こっちも指導召喚だ。自画でーん。やっぱハイステップなモンスター3体がすると必然的にハイステップな。これがね、カードゲームでいうグッドスタッフって言うんですかね。まあ、時々その手の動画あるけど、ちょっと待って、こいつらは本当にやってくれる気がする。ちょっと、本当に今までと違う、やってくれる気配がする。なんか相性がいい、相性がいいんですよ。